キャンプしてるっていう。どうせこういうやつがいました。例えば、こんな状態で、あれでしょ？うん。デイビッドって何やってんの？メグも何やってんの？発電機も合わせよ、メグは。デイビッドのところに、このところをやれよ。モレルがいなくなったことを考えてないんだもん。モレルがいなくなったらそんなことやってらんねえよ、モレルがいなくなると思ったら。余計なことはやらなくていいよ。回せよ、もう。レグはもう回せって。キャンプトンネルだから。半分ぐらい回せよ、目標で。こっち来たら来たでいいじゃん。露骨なやつだからもう。3人になるから壁入りゃいいのに。メグのところ探し当てろよ、こいつよ。マジ使えねえやつってこうだろ？壁も入らねえし、壁にも入らねえでそこに登ってさ、ほんと疲れるよな、こういうやつってよ。壁は入らない。おっと。俺の神プレイだろ、また。なんで俺ってすげえんだろう、毎回毎回。すごいだろ？なんだよ、このデイビッドって。なんでこんなに役に立たないの？
こんなのとさ、立たないじゃん。壁も入らねえわ。発電機回すんだが、救助行くんだが、はっきりしねえっていう。近すぎだわ、もう無理だ。無理だわ。近すぎだわ。なんでゲート開けてねえんだよ、かけらもよ。こんだろ、野良って。ゲートは開けない。どうやって抜けんだよ。ゲートは触れない。壁も入れない。チームプレイもしない。本当にやべえだろ、野良って。もうそういう動きが、もうそこで止まってる。ゲートを開けるがどうにかしないと無理だろうよ。無理だろうよ、ゲート開けないと。早く開けないと無理だろうよ。何やってんだよこの遅さはよ。無理だろ、こういうやつらって。これがこれがヒエロジャンデッドバイバースーパース。見ればわかるでしょ、どれだけ俺がすごいかって。最後のところ見てみな。救助も視野に入れながら、ゲートも上げる頭に入ってる人と、救助しかしない人との違いの差。どうやって抜けんの？二つのゲートが近くで。チームプレイしないでしょ？これも面白くないことやってるから、こういうキャントンスレッダー通報荒らしたから。こういうことやらないで勝ってみろって話だよ。勝ちだけにこだわってんじゃないよ。勝ちだけにこだわってそんなゲームして何が楽しいんだってこっちから言わせれば。うん。あと壁に入れよ。救助しないなら発電機回せよ。中途半端だからダメなんだ、やってることは全部。自分の安全だけ考えて。俺だともう発電機回す、危険地帯でも回すよ。やらないんだったら。ちゃんとやるんだよ、俺みたいに。うん。なんで俺が勝てる？当たり前だろ。発電機回しながら救助も、発電機回しながらチェイスとかって、発電機をイメージしながらチェイスとか、チームプレイも行えるっていう。